こんにちは、ジョージ石原です。すいません、今回はですね、3ヶ月ぐらい前に、いただいたコメントにお答えしたいと思います。コメントでですね、ちょっと読ませていただきます。はい、ゆっくりレイムさん、はい、ありがとうございます。いただいたコメントが、プチ電車の改造をしてくれますかっていうね、ブルートレイン、北斗星、C11 蒸気機関車、この3台の先頭車両を金メッキに塗装してもらいたいのですということをですね、いただきました。ありがとうございます。はい、やらせていただきます。はい、こちらですね、C11 で、私もう2台以上先頭車は持ってますので、ちょっと黄色に塗ったものと塗ってないものも、比べてみたいと思います。はい、早速ですね、マスキングテープでマスキングしようと思うのですが、基本的にはこれ黒なんですね。はい、なのでもうこのエンブレムだけを、マスキングします。はい、このテープを使って、やります。そうですね、こうやって貼ったらいいかもしれないですね。角ですね、一応こういう正方形みたいなの、正方形じゃないです、一応こういう長方形みたいに切ってですね、とりあえずカットするのが、こっちとこっちとこっちだけのカットで済みますんで。はい久しぶりにやるので、いやー、これ全然できなくなってます。前はこんなにほんと簡単にできたと思ったんですが、よし、とりあえずこれでいきます。はい、できました。こんな感じにマスキングしました。はい、ではですね、早速塗っていきたいと思います。で、下のですね、この台車ですかね、これはもう外して、では、割り箸をここに、取り付けていきたいと思います。はい、下こうなんですけどこんな感じで、取り付けました。これです、メッキ感覚、染め球だからっていうやつで、塗ります。はい、はい、では、塗っていきます。はい、では塗っていきたいと思います。では最初の一かけをですね、ハイスピード動画で撮ったらどうなるのか、ちょっと試してみたいと思います。はい、はい、ハイスピード動画で撮ったらなんかすごい瞬間見えるんじゃないかなって思ったんですけど、大したことなかったですね。ちょっと1回目塗り終わりました。ではちょっと、乾かします。はい、ではもうちょっとスピードの速いハイスピード動画、速いじゃない、もうちょっと遅めの、遅めじゃないな、まあ、もう一度、ハイスピードモードで、撮ってみたいと思います。はい、先ほどのハイスピード動画はちょっと遅くしすぎたのかなと思って、少し早めのハイスピード動画にしてみたんですけど、先ほどと何も変わりませんでしたね。はい、こんな感じで、塗れました。はい、はい、ではこれでちょっと1時間ほど乾かしてみたいと思います。はい、乾きました。はい、あれから8時間ぐらい、乾かしました。はい、こうなってます。もう完全に、乾いていると思います。はい、ではちょっと、これ外しますね。はい、はい、ではですね、エンブレムですかね、ここのエンブレムのシールを、剥がします。はい、車輪もつけました。では、詳しく見ていきます。はい、こんな感じでございます。はい、こちらが正面ですね。いや、綺麗ですね。これはなかなか、エンブレムも結構綺麗にですね、マスキングできたみたいですね。はい、そしてこうですね、光ってますね。これは光ってますね。なかなかうまくできたんじゃないでしょうか。どうでしょうか。うん、いいですね。ノーマルと一緒に比べてみます。どうですか。うん、これはね、なかなかかっこいいと思います。この C11 の、蒸気機関車、これ合いますね。金色すごく合いますね。はい、ではですね、
これでちょっと走らせてみたいと思います。はいはい、では行きます。見せてもらおうか、金色の C11 蒸気機関車の輝きとやらを。はい、いかがだったでしょうか。これはかなり、傑作のような気がするんですけどね。今まで作った金の大速自転車の中ででもこれがちょっとしたら一番かっこいいかもしれません。はい、コメントをくださったゆっくりレイムさん、ありがとうございました。はい、これ本当すごいです。これはちょっと私の宝物になりますね。ただもうすでにこれ息子が目をつけておりまして、多分もう取られちゃうと思います。はい、ただこれマスキングテープここだけなんで、はい、もうほんと塗るだけなんでこれは簡単にできると思います。はい、もしよかったら皆さんもチャレンジどうでしょうか。はい、はい、チャンネル登録、お済みでない方はもしよろしければ画面右上にあるですね、登録ボタンより、チャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方は動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。はい、またこんな形でですね、コメントにお答えできるようなことがありましたらチャレンジしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。